openoffice.org、openoffice.org、オープンオフィスオルグはオープンソース方式で開発供給されていたオフィススイートの名称およびその制作プロジェクトの総称である。省略型として O や O などが用いられた。2011年に openoffice.org の 制作プロジェクトは解散した。後継としては、アパッチオパノフスとリーブリアフィスがある。openofife.org は、オープンソースソフトウェアとして開発されていたオフィススイートであった。ソースコードが LGPL で公開されていたため、派生ソフトウェアが数多く存在した。 派生ソフトウェアの中には openoffic.org e の機能に改善を施したものや、テンプレートやフォントを付属させたものもあった。これらの中には、優勝で販売されているものも存在した。各機能は統合されていたため、openoffic.org e というソフトウェアが単体で、ワープロ機能や表計算機能をサポートしていた。また、 複数のプラットフォーム OS をサポートしていた。サンマイクロシステムズは1999年にドイツのストディビジアンを買収し、同社が販売していたストラフスのソースコードをオープンソースライセンスで2000年10月に公開 OpenOffice.org プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトにはサンマイクロシステムズ ノベル、IBM、2007年9月10日、Google、Intel、Red Hat、Red Flag Chinese 2000、2007年5月などが参加し、3マイクロシステムズが管理を行った。2010年1月27日、オラクルによる3マイクロシステムズ買収完了に伴い、プロジェクトの管理はオラクルが行うこととなったが、2010年9月28日に、 オラクルとの関係などから、プロジェクトに参加していたメンバーの一部は、ザ・ドキュメント・ファンデーションを立ち上げ、openofice.org のソースコードをもとにリーブリアフィスの開発を開始した。主要なリナックスディストリビューションはリーブリアフィスを支持している。その後、オラクルは2011年4月15日に、非営利団体が管理するのが望ましいと声明を発表し、 2011年6月1日にアパッチソフトウェア財団にソースコードの著作権並びに OpenOffice.org の商標の提供を提案した。アパッチソフトウェア財団は2011年6月13日に投票の開票結果を受けてアパッチのインキュベータープロジェクトして承認した。 その結果、o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g の資産はオラクルから、アパッチソフトウェア財団に寄贈、譲渡され、o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g プロジェクト並びに o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g は終了した。o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g は、特にプロプライエタリな文書フォーマットに依存すべきでない、自治体。 観光庁などに採用された。OpenOffice.org はオープンソースかつコピーレフトの GNU、LGPL のもとフリーで公開されていた。当初はサンマイクロシステムズ独自の資するサンインダストリースタンダードソースライセンスと LGPL の二重ライセンスで公開されていたが2005年9月2日に 3マイクロシステムズがシするの廃止を発表して以降、LGPL に一本化された。Openofice.org では、オパンドキュアメントを標準の形式としていた。また、Word や Excel など、Microsoft Office Family のファイルフォーマットの読み書きをサポートしていた。これらのフォーマットへの互換性はバージョンごとに向上を果たしていた。 openofice.org は ISO, IEC26300 及び構造化情報標準促進協会、オアシスなどで規定される OpenDocument フォーマットと符を標準の文書形式としていた。OpenDocument は openofice.org が利用していた。 ドキュメントファイルフォーマットを元に策定されたオフィスソフト用の文書ファイルフォーマットである。2005年に構造化情報標準促進協会、オアシスが標準化認定しており、その後 ISO により ISO-IEC26300 としても認定された。これを受けて日本工業企画は2009年12月7日時として承認し、2010年2月22日付の官報で、 公示された。OpenDocument 形式のファイルは、XML で記述された複数のデータファイルを、ZIP 形式で圧縮したものである。OpenDocument 形式は、サポートするソフトウェア同士は、違うベンダーのものであっても相互に、一定の読み書きが保証されることを目指している。OpenOffice.org は、Microsoft Office 2007-2010で新たに採用された。 オフィスオープン XML 形式のファイル、拡張子が DACX、XLSX、PPTX 等は読み込みと加工は可能であるが、保存はできない。2018年11月現在、日本語の PC 環境で Office オ,オープン XML ファイル形式で保存可能なサードパーティのオフィススイートは、キングソフトオフィス及びリーブリアフィスある。 openofice.org では openofice.org2.0 以降では標準ファイル形式として採用しオパンドキアメント形式の読み込み保存ともにサポートした。マイクロソフトオフィスは Office2007 サービスパックによりオパンドキアメント形式に対応した。1太郎は1太郎2006では追加モジュールでの対応。 太郎2007からは、標準で対応された。オパンドキアメント形式が ISO, IEC 標準と規定されたことで各国の政府機関によりオパンドキアメント形式のファイルが政府調達の条件に加えられるようになった欧州委員会は政府調達でオパンドキアメント形式を用いることを推奨している日本国内においても将来的に オパンドキアメント形式が政府調達の要件になる可能性もあり、大企業の政府調達部門を中心にオパンドキアメント形式に対応するために o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g を導入するところもあった。o p n o、f f I c、e n o f i c e o r g はクロスプラットフォームで Windows、Linux、FreeBoost、Solaris、 X86 とウルトラスパーク及び MacOS 10に対応していた。バージョン3.0より MacOS 10のネイティブな環境である App がユーザーインターフェースに対応。3.0以前の OpenOffice.org は X11 版で MacOS 10に一応は対応していたものの X11 版は Mac OS X とユーザーインターフェースの統一が取れておらず、また、X11 のソフトが動作するための X サーバーをインストールする必要があり、あまり普及しなかった。Java を利用して、Mac OS X、ArkA へ対応した外部プロジェクトによろすが存在し、 openofice.org の MacOS.1 として利用されてきたが、アックアに対応した3.0がリリースされたことにより、ニオロースから openofice.org へ移行するユーザーも見受けられた。国際化、地域化に力を入れていたため、世界中で同一のソフトを利用することができた。内部はユニコードで処理されているため、 openoffice.org 日本語版でも欧米の言語のみならず、他地域の言語を扱うことができた。なお、開発にドイツ国内の技術者が大きく関与しているため、英語と並んでドイツ語関係の機能も充実していた。アジア諸言語としては、日本語のほか、韓国語、中国語に対応していた。複合文字言語、ctl では、アラビア語、タイ語。 ヒンディ語、ヘブライ語などに対応していた。openofice.org は統合オフィススイートで、各機能は別個のソフトとして存在しているわけではない。統合ソフトであるため、共通の機能も多く見られた。起動時にコマンドライン引数を指定することで、機能を指定して起動できた。openofice.org では、 各機能を通して、オパンドキアメントを、標準のファイルフォーマットとしていた。openoffice.org には、スタイルと呼ばれる機能があった。多くのオフィススイートでは、標準の書式設定を変更できるが、スタイル機能では、文字や段落のスタイルから、箇条書きのスタイルやページスタイルを自由に設定することができる。共通して、 英単語のスペルチェック機能があり、間違った英単語を入力した際に修正することができる。また、打ち間違えた英単語を自動で修正するオートコレクト機能がある。これは、U を U をなどのように打ち間違えた場合、本来の U に自動修正を行う機能である。数式エディタ、マスの機能は、ライターやカルックなどでも使うことができる。そのため、 文書中に簡単に数式を埋め込むことが可能である。ワープロ機能。スタイルの編集機能により、長文の文章の編集が容易となっている。文法チェッカーの機能は、ライター自身には存在しないが、拡張機能をインストールすることで利用することができ、また、縦横の文字数を指定することで、原稿用紙などに印刷することもできる。 他国語対応なので、次のような格言語に特別な機能が世界共通で付与されている。標準フォーマットは、オパンドキアメント。オットだが、プレーンテキスト。TXT、リッチテキストフォーマット。RTF、HTML ドキュメント。HTM、HTML などの形式のほか Microsoft Word 97、2000? XP, DOC, DocBook, XML, Microsoft Word 2003 XML, XML 形式での保存などもできる。HTML 編集機能、ライターウェーブとも呼ばれる、このエディタは WizzyWig HTML エディタの一種に属し、画面上で実際の文章を逐一確認しながら、HTML の作成を行うことができる。 テキストエディタのように HTML タグを直接用いた編集にも対応する。ウェブサイトの制作目的としてはピクセル単位での編集に対応していない上、一般的にウェブサイトに用いられるフォント種はゴシック体だが HTML 編集機能の規定のフォントをライターと共有しているためライターの規定のフォントが明朝体等に設定されていた場合、フォントが競合しない。また、 CSS への対応は、決して高くはない。このため、現実的なウェブサイトの制作には向いていない。同様なフリーの HTML エディタとして、代表的なものには、これ以外にも文字やコンポーザーや、その派生のんべ、コンザーなどが存在する。表計算機能。Openofice.org1x では、処理できる行数が3万2 0行までに、 列数が256列までに制限されていたが、openoffic.org2.0 e からは、行数が65,336行。openoffic.org3.0 e からは、列数が1,024列。openoffic.org3.3 e からは、行数が1048,576行に、 拡張された。カルックの関数ウィザードに用意されている関数はデータベース、日付と時刻、財務、情報、論理関数、数学、行列、統計、表、文字列、アドイン関数に分類されている。関数自体は Excel と同様のものが多いが Excel では引数をカンマで区切るのに対し OpenOffice.org カルックでは セミコロンで区切るという違いがある。e Excel ブック、ファイルのインポート、エクスポート時には自動的に変換されるが、openoffic.org が標準でで区切るように変更することはできない。多言語対応の点から軽くの日付の書式については異なる記念法での表示が可能である。以下に表示可能な主要なものを列記する。なお、日付は シリアル値として処理されているが、Excel が年1九百年一月一日を一としているのに対して、カルックでは八百九十九年十二月三十一日を一としている。ただし、1900年3月1九百年三月一日以降については、シリアル値は一致する。これは、Excel および先行していた表計算ソフトラオチュス一から二から三が、本来十年ではない1九百年を誤って、 順年と認識してしまうことに期する。そのため、カルックでは1900年3月1日以前の日付であっても曜日が正しく計算されるようになっている標準路線899年12月31日スタートの他にベースとなったストレッカルク1.0や Windows 版エクセルに合わせた1900年1月1日、Mac 版エクセルに合わせた1904年1月1日の 設定もある。一方、セル枠の形線のデザインに、点線や破線が使えないといった問題もある。これについては、バージョン1.0がリリースされた時代である2002年10月に、コミュニティに要望が送られているが、8年経った最新版のバージョン3.3でも利用できない状態のままである。他にも、 セルの結合操作を行った後の結果が異なる。セルの選択操作の違い。一部ショートカットキーの操作が異なる。1例。セルの相対参照と絶対参照を切り替える操作。A1 ドル1オーストラリアドル1オーストラリアドル。ドル A1A1 が、エクセルでは F4 キーであるが、軽くはシフト、F4 キーなど、細かい部分では、エクセルとは異なる動作をするものが多い。 データベース機能。関係データベースに対応している。ベースは OpenOffice.org2.0 から登場した機能である。もっとも、その元となるデータベース機能。データソースは1.0当時から存在していたが、ユーザーから、マイクロソフトアクセスのようなデータベース機能はないのか、という要望が強く、わかりやすいように機能として独立させるとともに強化が、図られたものである。 他のデータベースソフトに比べて、ダッ式での出入力機能が不十分であるが、その代わり、ワープロ機能や表計算機能との連携は密である。最も標準的に使用するのは、HSQLDB であるが、その他に次の形式などに対応している。Oracle データベース、マスコール、マイクロソフト SQL サーバー、JDBC、オーディビシ経由、Dpace、マイクロソフトアクセス。 a d ベス e D, Excel, Text File, m o z や Windows のアドレス帳 Apache d e r b y プレゼンテーション機能。インプレスにはあらかじめプレゼンテーションの作成ウィザードが用意されている。そのため、プレゼンテーションの作成に詳しくないユーザーであっても、画面に表示されるウィザードに従えば簡単な、プレゼンテーションを完成させることができるよう配慮されている。 配布資料を作成する機能を備え、インプレスのみで、プレゼンテーション全体を制作することが可能となっている。また、openoffic.org3.0 e, e、T o R G、から、インプレスとドローに独自の表機能が追加されており、表を用いたプレゼンテーションの作成が容易にできる。ただし、インプレスにあらかじめ用意されているテンプレートは2つと少なく、 有用な利用には追加の必要性が高い。3.1から図形などにアンチエイリアス処理を施せるようになったため、図形を用いたプレゼンテーションが使いやすくなった。図形描画機能。作図のみならず、レイアウトの複雑なパンフレットの作成にも活用できる。さらに、簡易的な DTP 用途のソフトウェアとして利用することができる。ベクターベースの線画や編集。 3D モデルの作成、回転、影付けなどの機能が提供されている。Adobe Flash 形式のファイルを出力することができる。ベクターグラフィックスであるため、ベクターデータによる画面表示では、拡大や縮小をしても、描写の劣化が起きない。図形同士を線分によって連結する、コネクタ機能によって、図形を移動させることも容易である。色の指定は、RGB や、 支援 y k などによっても行うことができる。openoffic.org2.0 e からは多数の図形、星型や顔型などが当初から用意されるようになった。また、SVG 形式の出力が可能になった。数式エディタ機能。デザインサイエンスのマスタイプのデータのインポートエクスポートが可能。また、マスムル点零一形式で 出力できる。選択ウィンドウから数式を選択することもできるが、コマンドウィンドウでコマンドを入力することもできる。慣れると素早く数式を入力することができ、またレイテックスなどとは異なって、コマンド編集中にリアルタイムで結果数式が表示されるという利点もある。マス単体で複数の数式を作成した場合、画像をその都度挿入していくことで動作が重くなる。 このため数学の証明問題などを作成する場合は、ライターに一つ一つの数式をオブジェクトとして組むことで、レンダリング処理を式ごとに分割させることができる。例えば、二次方程式の解の公式はのように、記述するとのように表現できる。グラフ機能である、ワープロ機能や表計算機能に用いられる、ワープロ機能や表計算機能と同様に、 チャート機能として開発が進められている。この機能により、以下のようなグラフを作成することができる。なお、円グラフやドーナツグラフの表示順序は、標準で、半時計回り、左回りとなっている。o p e n o f f i c e o r g では、ベーシックや Python、JavaScript などの言語を用いたマクロが利用できる。 openoffice.org にはベーシック言語用の統合開発環境が付属しているため知識があれば誰でも手軽にプログラムを作成し定型業務の自動化を簡単に行うことができる基本的にインタプリタ型の言語であるためコンパイル、ビルドの作業は不要であるユニバーサルネットワークアブジェクツ、ウのインターフェースを用いて C や Java など 他の言語プログラムを呼び出すこともできる。また、このインターフェースを用いて openoffic.org e API, Sans t Suite API を利用することにより、共通ダイアログを利用したり、openoffic.org e,、N o F F I c e. R g、のファイルに直接アクセスしたり、m a s, <S マスコール、l p o s t g r e s c l などの外部データベースに直接アクセスすることができる。 openoffice.org ベーシックの言語仕様は3マイクロシステムズのストスイートベーシックと同じでありマイクロソフトオフィスのベバと似ている変数制御文、演算子などはベバと同じなので言語仕様を覚える手間は少ないしかし API が全く異なるのでベバサポート機能を使用しない限りベバのマクロをそのまま使うことはできない 例えば、Excel とか Look では、セルの内容にアクセスする方法が大きく異なる。拡張機能を利用することができる。拡張機能を登録し、公開することのできる場所である。ここには、多くの拡張機能が登録されており、その多くが自由に利用することができる。例えば、3ンマイクロシステムズが公開している、3ンプロ z ンターコンソールを利用すれば、 インプレスでプレゼンテーションするときに、スクリーンとは別に、パソコン画面に、プレゼンター向けの時計やノートを表示できる。openofice.org の開発プロジェクトであった。openofice.org には、複数のプロジェクトが存在し、これらが共同で openofice.org を開発していた。 各プロジェクトはリーダーを主体として、プロジェクトが構成されていた。各国語版の OpenOffice.org を開発するためのプロジェクト群であった。これらは openofice.org のユーザーインターフェースを翻訳するだけでなく、各国で openofice.org の広報活動も取り行っていた。 OPENOFFICE.org を日本語に翻訳するためのプロジェクトであった。その他に広報活動が行われていた。ジャパニーズ・ランゲージ・プロジェクト、JLP とも略された。ユーザーインターフェースの改善と開発を取り行うプロジェクトであった。ユーザーエクスペリエンスチームが主体となっていっていた。 openofice.org の時期ユーザーインターフェースの開発プロジェクト openofice.org リポジトリフ4ーエクステンションスを運営していたウェブサイトの制作を担当するプロジェクトであった2010年9月28日 openofice.org の開発者コミュニティが オラクルから独立して立ち上げたザ・ドキュメント・ファンデーションによる製品。コミュニティはオラクルに対し OpenOffice.org のブランド名を寄付するよう要請しているほか、GoO の合流により GoO で拡張された機能も取り込んで反映していきたいとしている。OpenOffice.org に取り込まれる可能性が低い機能拡張などを 取り込んだ派生オフィススイート。GoO には3マイクロシステムズの判断で、ライセンスやビジネス上の理由により OpenOffice.org に取り込まれる可能性が低い機能拡張が取り込まれている。2010年1月現在、Windows 版と Linux 版、MacOS10 版がある。ノベルが開発を推進しており、Ubuntu Op、OpenSys、d e b i a n マンドラバリナックスなどのリナックスディストリビューションで採用されている OpenOffice.org は正式版ではなく、この号である。現在、プロジェクトは収束し、Deevery Office へ統合された。以下のような機能拡張が施されている一方、高速化のため OpenOffice.org にある一部のマイナーな機能、自動アップデートなどは、 削除されている。portablepps.com a,、B L e a P P o M、で開発した USB メモリなどに入れて持ち運べるようにした openofice.org レジストリを使わないためインストールが不要。英語版、中国語版、関体アザ、日本語版などいくつかの言語版が出ているが3.20以降更新が止まっている。なお、ディーブリアフィス版が バージョンに追随する形でリリースされている。独非営利団体 teamopenoffic.orgv により openoffic.org がオラクルからアパッチへ寄贈されることで今後サポートされないバージョン3.3例のメンテナンスを目的として発表された。これに対しアパッチソフトウェア財団は遺憾の意を示しており、 本プロジェクトに向けて協調を呼びかけている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。